八重山渦雲の網カ状の隠れ帯渦雲かは雲目に含まれる分類群の一つ。古い板を持ち円網を張る群である。雲目中で唯一独占を持たない。小柄なものが多く、一部に10ミリメートルを超えるものはあるが多くはより小さい。東京部は卵形や長方形などで目は8個2列が標準ながら6眼や4眼のものが含まれる。価格は 左右が平行で、下唇は可動。腹部は卵形から円筒形。糸イ,イボでは、前イボと後イボが、それぞれ三節からなる。それらの前には古い板があり、これは、左右に二分されない。ふわしでは、第一脚が、最も長い。第四脚には毛串がある。外見ではわからないが、この群は独占を持たない。これは雲目中で、このとがだけの特徴である。 このトガの雲は網を張って獲物を捕らえる増毛性である。多くは薄暗いところに縁網を張る。網の形は小金雲かに見られるものと大差ない。ただし、小金雲かの縁網では渦巻き状に張る横糸に粘液球が樹珠のようについているのに対して、このトガのものでは糸は粘液を持っていない。その代わりに横糸は古い板から作られる。素糸で作られる。 これはごく微細な糸が絡まった構造をしている。また、縁毛に直線やジグザグ、あるいは渦巻き状などの隠れ帯をつけるものがある。仮名はこの渦巻き状の隠れ帯による。また、扇雲は三角毛を貼るが、これは縁毛の一部が残った形である。招き雲はバラバラに貼られた糸に、そ糸が貼られただけの状毛を作る。また、 一部の種では互いに網を接して多数集まって網を張るのが観察される。また、独占を持たないため、これらの雲は獲物に噛みつくだけで倒すことはできない。獲物は、ソイトで巻き取ることで確保する。古い板を持つ軍が持たない軍と別系統と考えられていた時代には、小金モかとは、独自に縁毛を発達させた軍と考えられた。現在ではむしろ小金雲乗馬に禁煙なものと、 考えられている。世界で18族270種ほどが知られ、その多くは熱帯域を中心に分布する。日本では縁毛を張るものはかつてはすべてウズグモ族に含めたが、現在は細分されている。南西諸島では、ウズグモ類に島ごとの種文化も見られる。以下に、この辺著から日本産の属種を挙げる。世界の属種については、 うずぐもかの属種一覧を参照されたい。以下、種として、小野編著、P142、青木漢役 P50。ありがとうございます。